皆さんこんにちは、黒沢楽器お茶の水駅前店でございます。本日は、大変貴重な、ヴィンテージの、当時物のギブソンの J35 をご紹介したいと思います。最近はこの最近といっても、もう数年前からあの J35 復刻版出ましたけども、実はヴィンテージ業界では J35 というかなり貴重な、生産本数も少ない、J45 の前身モデルのかなり貴重なものには間違いないです。ざっとスペック紹介します。まずこのシルクスクリーンロゴ、これでまず年代がある程度分かりますね。だいたいこのモデル自体が36年から41年ぐらい作られたモデルになります。そして後ろのペグですね、これもオリジナルのペグをちゃんとまだ、健在ですね。ちゃんとスムーズに動きますので問題なく使えます。かなりちょっとネック裏の塗装が剥げちゃったり、バッグなんかも見ての通りでかなり年季が入ってます。まあ、本来先ほど言った通り J45 前身モデルということで生産本数は少ない。ちょっとあとこの辺の周りの補修とか結構しっかり手直しはされてますけど、改めまして、J45 の前身モデルというだけあって、まあ、当時でも、まあ、あのそれほど高級なモデルじゃなかったという部分もあるので、かなり年季が入っている、もうしっかり引き込まれた状態ですね。ただ今となった貴重なアディジョンダックスブルースを使ってますので、かなりふくよかな音が楽しめます。では鳴らしてみたいと思います。音も大変素晴らしいので、ぜひご検討ください。お待ちしてます。